はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。4時をちょいと回りました。11月はですね、5日のチューズデーでございまして、大紀元にですね、昨日出た記事、こういうのございまして、これはね読めない北京語フニョムとルアンレイというですね、という肋骨の意味だそうです。まあ、だから肋骨と言い換えましょうか。肋骨、中国で皇妃と父に取られる親たちということでですね、肋骨のことだが骨折しやすい部位であることから弱みの意味でも使われる。昨今の中国ではこの肋骨が悪辣な場面で使われる。例えば中国共産党の当局者が正当な権利を主張する市民を威圧するときにこれを言うのである。余計な波風を立てるな、お前らは自分の肋骨を考えろと。背景を知らない日本人には不可解な会話にしか見えない。それもそのはずで、中共統治下の中国では日本では想像もつかないほどの個人情報を当局は握っており、それをあからさまな脅迫に使うからだ。海外に出て中国の民主や人権を主張する中国人にとっては国内に残留する親族が肋骨、つまり人質となっている。ネット上には中国の若い世代は結婚しないし子供も持たない、肋骨をあえて作りたくないからという言葉が並ぶ。上海のロックダウンの際に流行語になった、我々は最後の世代だ、まあ、もう肋骨はないぞという決意の表明である。つまり現代中国において肋骨がないことはある意味勝ち組なのだと。なんかすごい国ですね子供を作るとその子供を人質にいろんなことされるんですって。でこれでね、なんて言いますか、何をしてるかというと典型的な例を書いてあるんですけど、中国はですね、医療保険の加入者が年々減っているため医療保険制度が破綻寸前である。そんな中、地方政府は学校に命じ、教師が生徒の親に保険料を支払うよう催促させる現状があり、一部の教師から反発が起きている。なんかよう分かりませんよね。学校の教師にですね、子どもの親に医療保険払うように言えと言うてるわけですね。学校の教師が日本でいうところのですね、健康じゃ社会保険事務所の職員のお仕事をせえということですね。要はで、なんでそんなことをさせるかというとですね、学校は子どもを握ってるでしょ。で子どもを人質にされてですね、学校から医療保険に入ってくださいというお手紙が来たらですね、これ入らへんかったら子供何されるかわからへんやんと親は思うんですって。だから入らざるを得ないんですって。で中国においてこの医療保険、日本でいう健康保険ですね、は加入は自由なんですって。でもですね、加入者が年々減ってて破綻寸前にあるからですね、なんとか加入者を増やそうとしてるわけですね。で増やすためにですね、肋骨のある人、つまり弱みのある人間を片っ端からですね、脅し上げてに入らせるということをやってるというのが現状だということを紹介しているのがこの記事なんですね。当然先生方も嫌がるしですね、親はたまりませんよね。まあ中国の医療保険がね、どんな制度なのか私はよう知りませんけども、しかしこの当局がね、個人情報を全部握ってるって嫌ですよね。日本の場合ね、もちろん個人情報、ある程度のですね、個人情報は当局は握ってる場合もあれば握ってない場合もありますよね。でも各部署別に分かれてますよね。これをマイナンバーカードで全部統一したらそこで全部入るということになるんですけど、個人情報の管理って厳しくってですね、例えば警察はですね、免許関係のですね、情報は見れても、社会保険関係の情報は見れないようになってるはずですよね、日本は。一応だからどっかの部署が全部見られるということはないはずなんですけど、中国の場合はですね、その免許証関係、いわゆる交通違反してるとかしないとかね、どんな免許持ってるとかね、そういう関係の情報からですね、まあ、その人の犯罪歴あれば犯罪歴からですね、医療保険に入ってる入っていないからですね、いくらローンがあるとかないとか、そういうところまで全部当局が見れるようになってるんですよ。だからですね、
見ようと思った当局はですね、全部こいつがどんな人間でですね、どんな会社に勤めていて、どこから給料もらっていて、どんだけ税金を払っていてですね、どんな保険に入っていて、どんだけ借金をしていてですね、犯罪歴があるとかないとかですね、ほんで子供が何歳で どんな子供がいて、どこの学校に行ってとか全部わかるんですね。それをネタに脅されるわけですね。いや、恐ろしい国ですよね。ジョージ・オーウェルの1984というですね、があって、そのうち僕らはですね、この中学生ぐらいの時に、そんな恐ろしい世の中が来んねんでと、未来小説なんやというふうに教えられて、僕は読んでませんけども、散々なんかそんな話を聞かされましたね。まさにあれよりもっとひどく管理されてる社会が今の中国共産、中国中華人民共和国なんですよね。だからですね、中国の若い人がですね、弱みを持たないために、自分は結婚しないし子供も持たないと、まあだから親が死んだらもう何もかもですね、自分がかばうような家族を得なくなるということになりますね。だから俺たちが最後の世代だというふうに、さっき出てきましたけど、まあしかしそういう、こう社会も嫌ですよね。外国に出てもですね、中国共産党を批判したりするとですね、お前親がどうなってもええんかって、兄弟どうなってもええんかとかって脅されるわけですよね。うわ、超怖い世界ですよね。それでお前戻ってこいって言われて、中国にですね、引き戻されて行方不明になった人の話とかってありますよね。いや、あの社会はですね、一刻も早く崩れるべきだと思いますね。私は非常に非人間的な、さっきも別の動画で言いましたけど、こう社会主義というこの考え方自体がですね、非常に非人間的なんですよ。何もかもが人間の計画通りに変えられるというふうに考える非常に傲慢な発想なんですね。だからですね、こういう社会になってしまうわけなんですよ。まあ人間を不幸にしかしませんね、社会主義っていうのは。その代わりに得られるものは薄っぺらな平等。今の中国はその薄っぺらな平等さえないわけですよ。まあ、田舎の方に行けば、農村に行けば、みんな、まあ、等しく貧しいという平等があるのかもしれませんけどね。まあ、だから、一刻も早く崩れてですね、もうちょっとまともな社会に、なるべきなんでしょうけども、中国という国はですね、今まで歴代、歴史上ですね、まともな社会を持ったことが一度もないんですよ。変な社会構成のですね、場合がずっと続いてきたわけですよね。で、まあ中華人民共和国になって多少まとめになるかと思われたところがこれでしょう。いや、もうどうしようもないですよ。あの大陸に生まれるということ自体がですね、不幸の始まりかもしれませんね。はい、ということで、ですね、この大紀元のですね、これは誰でも読みますから、肋骨中国で皇妃と父に取られる親たちというタイトルの記事を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。